パドレスが8日、日本時間9日に行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦で、試合中に米放送局が行うインタビューを拒否していたと地元紙が伝えた。同局でリポートを行うケンローゼンタール記者の表現が理由だったとされている。動画、危険すぎる。との声も上がったパドレスの強烈走塁。ドジャースタジアムで行われた第2戦では、フェルナンド・タティス・ジュニア。 外野手への支給をきっかけに、マニー・マチャド内野手が守備の際にドジャースベンチにボールを投げ入れ、物議となった。試合を中継しているフォックススポーツは、試合中に両チームのベンチ内で監督らのインタビューが行われているが、それを担当したのが敏腕として知られるローゼンタール記者だった。第2戦の試合後には、同記者は、ジアスレチックに掲載した記事で、 マチャドが子宮に起こった様子をパンキッシュな反応、パンキッシュレスポンスは、やはりマニー、マチャドがマニーであることを物語っていたと指摘。その後もタティス・ジュニアを笑顔で踊る気取りやダンシングピーコックだ。プロファーは学校で火災警報器を鳴らして、誰がやった僕と聞くような子供だと表現していた。その後タティス・ジュニア は自身のインスタグラムのストーリーズに本塁打を放つ写真と、クジャク、ティーコック、と人物が踊るような絵文字を投稿。ローゼンタール記者の表現を意識したものだと思われる。地元紙、サンディエゴ・ユニオントリビューンはパドレスは、ローゼンタールのジャーナリズムに満足していなかったといえば十分だろう。チームは昨夜、試合を中継している。 フォックスでの彼への通常の試合中のインタビューを行わなかった。これはボイコットである、と説明。第4戦ではインタビューは再開されるという。